皆さんこんばんは。本日はこの曲でさよおなら。いつもおならをする人が10歳。いつもつるつる美味しそうに食べるのがそばや。近くにあるお店が何屋さんかな。それではショパンプレリュードでさようなら。交通安全に商売繁盛願うことは実現いたします。お子様の能力をどんどん引き出し、ピアノが楽しくなるように先生も毎日頑張ります。ちゃんと持っている豊かな感性や能力を引き出すためには、どんどん良い言葉をかけてあげることで、ピアノレッスンも何かお楽しみがあるから、子どもたちも毎週楽しく通ってきてくれていると思います。練習もしなさいしなさいと言われるよりも、自分から進んで鍵盤に触れる、興味楽しそうに弾いてくれる、これが本来の姿かもしれません。いろんな好きなことをテーマにして、簡単なコードでオリジナルも作れるととっても便利です。飼い猫ちゃんの曲や玉ねぎの歌、興味のあることを曲を作ってみるのも良いかと思われます。